住んでますね、塀の中も。は、パルナ。はい。はあ、誠に申し訳ありません。はい、すぐ参ります。ポルノってどういうことなんです？アメリカ支社の者に頼んでね、会社へ送る荷物の中にポルノ雑誌を入れさせた者がおるんですよ。それが税関で押収されて。ドジなやつだな。もっとうまくやらよ。有馬君。いやいや、そういう問題じゃなかったの。誰か言ってくれませんかね、成田に。はい、あ、誰かいないか。と言ってもここはロッペータしかいないし。あ、ロッペータ成田だ、おいしいな。まもなく担当の係官が参りますから、お待ちください。あ、どうも。どうも、お待たせしました。男の人はどうしてこんなものが好きなんでしょうね。それに第二自動車といえば7等って会社でしょう。私は犬できないことを知ってらっしゃるんでしょ。はい。まあ今回は初めてということですし、量も少ないのであえて厳しい処分はしませんが、送り返しますか、それとも放棄しますか。あ、放棄します。わかりました。それではここに署名捺印してください。はい。一応確認しますか。めっちゃな、ずっと前から俺のことバカにしとったやろ。別に。嘘つけ。してたに決まっとるよ。ちょっとぐらい仕事ができるから思って残さやったらあかんで。そうそう、面白いものを見せよう。はい。森田常務9枚、北野常務12枚、植木副社長8枚、田川社長が27枚。なんだこっちは。島署の枚数だよ。去年写真の編集手伝った時に調べたんだ。お前なんかまだ3枚目じゃないか。なんや、これで俺慰めてるつもりかいな。冗談やないよ。お前に同情されるのはまっぴらごめんやと。はい、書いてたよ。総務課おきに。お願いします。はい、じゃあ行ってきます。行ってきます。頼みましたよ。はい、はい、サブンナよ。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。あ、あの、ロックさん、あの、また始めよう。どっからですか。うん、万年寮に行ってくれ。万年寮。うん、なんだか知らないけどさ、管理人の菅原さんから電話があってお前をよこせってさ。はい、ちょうど新規入寮者のことで話ありましたから。よほどあのおばさんに愛されてるみたいだな。いや、あそこには何年ぐらいいたんだ。3年とちょっとですね。独身寮って結婚するまでいられるんじゃないですか。お、それじゃあ村木なんか入ったら永久に出らんないじゃないか。これどういう意味っすか。うちはね、27歳で入寮資格なくなるから安心して。もう6、3までパーマネント。何すかそのパーマネントって。永久ってことだよ。おー、忙しい。あ、じゃあ行ってきます。おお、頼むぞ。ロクさん、あんた昔から何かというとこれ買ってきたわね。あそこのは最高ですからね。おかずによし、おやつによし。それに我が青春の味、何しろ3年の間毎日のように食べたから。私20何年この管理人やってるけど、あんたみたいな人も珍しかったね。おやーっとしてるみたいに見えて、案外あんたみたいな人に出世するかもよ。参っちゃうのおばさん、口が達者だから。
いいや、私の目に狂いはないね。絶対買いだよ。ね、冗談それぐらいにして、早く直すとこ見ましょう。あ、そうするか。ほらね、よなるでしょ。作りはしっかりしてるけど、何しろ古いですからね。ここはまだいい方なの。問題はこっちなのよ、こっち。はあ、これなのよ。捨て猫ですか。そうなの。保健所で何すんのも不憫だし、だから六さんの力で何とかしてやってほしいのよ。子猫の福利厚生ですか。お願いよ、六さん頼むわね。まいっちゃうな、おばさんに会うと。わかりました。じゃあ何とかやってみましょう。その蝶つがいもお願いすんの。当たりましょう。はい、ちょっと待って。どうしたの。やっぱり照れくさいよね。私が取るからさ。はい。いや、おばさんの方が。だって社員に配るんだろ。総務課の六さんが写ってる方が信用がつくよ。さあ、ね、おばさんの方が。はいはい。さあ、私の言ったとこ行って。はいはいはい、行って。ほらほらほら、そこよ。ほらほら、ちょっともうちょっとこっち向いて、ほら、ちょっと顎下げて。はい、行くわよ。はい、チーズ。いないかな、誰か。こんなもんまで総務の仕事かいな。必ずしもそういうわけじゃないけどさ、万年寮のおばさんに頼まれたから。お前つくづくアホやな。人が良すぎるだよ、お前。あ、社長や。またな。寝癖直せ。おはようございます。いい。はい。後ろに何を隠したんだ。あ、別に。見せたまえ。君、これは総務の仕事から逸脱してるやせんかね。はあ、でも独身寮の面倒を見るのは総務の仕事ですから。私は経営上何のプラスがあるかということを聞いとる。